今回は原作未読だけどアニメ1話面白かったに対するみんなの反応をご紹介します。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。よかったじゃん、夜遊びの主題歌がすごく良い。アニメ範囲は肯定されてるよ。愛ちゃん死ぬシーンちょっと泣いちゃった。原作も今最高に面白いよ。恋愛リアリ気象編までは文句なしに面白いよ。多分アニメもそこまでじゃないかな。いや、その後も面白いけど。アニメで改めて見ると16で知らん男の子供産みますはぶっ飛んでるし、社長かわいそうに思えてきた。社長は基本かわいそう。最初の方はマジでめちゃくちゃ面白かったし、アニメの範囲ならいいんじゃね。恋愛リアリティショーまでは面白いし、舞台編まではタイトル回収もできて美味しい落としどころだと思う。結局このアニメってアイドルものの皮をかぶったサイコサスペンスってことでいいのかな。と見せかけてアイドルってか芸能界もの。子供時代はもっと長くやってほしかったな。これだけの事件でも合格せるのすごい。 B 小町のメンバー内ってそんなに仲良くないの。お互い踏み台。それはまあ圧倒的センターとそれ以外ってのはギスる。良くも悪くも愛に依存してるグループだから。こんな話だったのか。この漫画サクセスアイドルものだとばかり。1時間半抑えたの完璧に正確な判断だったな。復讐のプロローグ全部見ると1話の長さも納得だわ。愛を目当てで見始めたのにもう退場しててどうすれば。面白いけど想像してたのと全然違う話だった。夜遊びだから人が死ぬとは思ってたんですよ。目いっぱいの復讐を君に。正直愛が死ぬのまでは予想できてたけど、全体ジャンルが復讐サスペンスものだとは思わなかった。愛は転生しないのかね。アクアカルビーの子供が愛の転生体で最終回だろう。タイトルの推しの部分が1話で死んだ。映画行けばよかったなと少し後悔してる。大画面大音響でゴロ泣きしたかったな。皆さんは原作未読だけどアニメ1話面白かったについてどう思いましたか。ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。